横浜マリンタワーとエコキャップ推進協会は昨年ペットボトルのキャップを回収して発展途上国の子どもたちにポリオワクチンを送る開業50周年に50トンの感謝を2万5000人分のワクチンを送ろうキャンペーンを実施していました。最終集計の結果、目標を大幅に上回る235トンのキャップが集まり、11万人のワクチンを送ることができました。キャンペーンには横浜市内の小中学生、市民などが参加し、横浜マリンタワーと協会から感謝状が贈呈されました。感謝状を贈呈されたのは横浜市内の12小中学校の生徒たちで、自分たちの努力が評価されたと喜びの声を上げていました。表彰された生徒さんにお聞きしました。学校の昇降口とかに置いてみんなで集めました。私たちで何かできることがあれば積極的に活動してそういう人たちを助けていきたいなと思っています。今年は70万個ぐらいで全部合わせると300万個弱集めました。在校生のみんなに続けてほしいと思います。市としてミャンマー、ラオス、ブータンのですね、ポリオワクチン、小児麻痺のワクチンを送ってあげると、こういった活動になっております。はい、50万個の予定だったんですけど247万、約5倍ぐらいのですね、キャップを皆さんが提供していただいたと。それだけ子どもたち、やはりお友達を救うということに対する関心が高かったのかなと思っております。はい、捨てるのもったいないという発想は、子どもたちが実は私たちに提案してきたんです。毎月約2億個ぐらいのキャップが提供されています。はい。